オホータ川は、ハバルフスク地方にある川であり、南流して、オホーツクの港で、オホーツク海に注ぐ。オホータ川の長さは3 9 3トルで、流域面積は19100平方キロメートルで、ある。この川は11月初めから5月まで氷結する。渓谷は6月まで雪で覆われることがある。東側に、クックチ川とクックチ山脈が平行する。 西側に短い揺れく川とその北に、ユドマ山脈がある。源流の北側、スンタル・ハヤタ山脈の反対側に北流して、オイミャコンの近くでインディキルカ川に合流する川がある。この川の始まりは、スンタル・ハヤタ山脈の海抜およそ1200メートルの、地点にある左をータ川と右をータ川の合流点である。この二つの川は1800メートルから2000メートルの、 地点から始まり、約1 0トルの長さがある。最初は、山中の渓流であり、その後、ユーダム山脈とクックタイ山脈の間を流れる、クックチ川に沿って流れ、クックチ川と合流して、海とサスで隔てられた、オホーツクの港を形作る。1810年に氷に阻まれた川により、農部やスタイにサシを横切る新しい河口が作られた。 沿岸の大部分は森林である。この地域は重要な酒の素状地である。川の下流は小型船舶による航行が可能である。オホータ川への陸路輸送が困難なため、ロシア人は通常西側にあるユレク川あるいは、ウリア川からオホーツクへ到達した。オホータ川を使った唯一の主要なルートは、ユドマ川の屈曲部から1 0 0トルの陸路で、 川口から1 0 0トルの地点に到達するルートである。川沿いに牧草地があったが、ヤクーツクのニ馬が冬越しをするには不十分なものであった。カラマツ族の木が切り出され、造船のために川を使って運ばれた。1750年頃に37個の農家があり、1735年から若干数の牛飼い描いた。ジェームズ・アール・ギブソン。 フィーディングザロシアンファートレード1969ありがとうございます。